半のアディショナルはプラスの4分です。さあこのアディショナルタイムでドラマが起こりますか。ベルディが中へボールを出していく、ワンタッチで、ああちょっとこれもボールが流れていくが、もう一度中に逆サイド、ちょっとファーサイド、小池がいて、小池中にグランダーのボール、シュート決まった、ベルディ1点先制、決めたのは井出か。2試合連続で点取れてますし、自分もやっとコンディションも良くなってきているので、そういう意味ではこれを続けれるように、取り組んでいきたいと思います。自分が出ている時っていうのは、やっぱり選手もみんな信頼してボールを集めてくれるので、それをしっかり、結果につなげられているので、これをもっともっと増やせるようにしたいです。去年もそうですし、今年も監督変わってないと思うので、めちゃくちゃそこまで変わってるっていうふうには思えないですけど、やっぱり勝っている中で自信はあると思いますし、ただ自分たちはやることは変わらないですし、自分たちのサッカーをして、勝ちたいと思います。神経、はい、下げろ、上げて、はい、アカデミーずっと育ってきたチームですし、プロになったチームなので、やっぱり個人として、やはり特別なチームであることは変わりないですし、お世話になったチームなので、すごい感謝してますけど、やっぱりベルディとして、自分、移籍してからジェフとやって1回も負けてないので、それは自信持ってやりたいなと思います。